赤木さん、本読むの似合ってるな。ん？こっち見てた？いや、見てないよ。あ、わかった。二人きりでいいチャンスだから、どうにかしてからかいの仕返ししようと思ってた。お、まあそんなとこかな。好きだよ。は？え？あの、そう八乙女が言うと田中はジュースを落とした。グラウンドでは野球部の朗読。どうしたの？高木さんめ、結局一人も来なかったね。来週もこうだといいね。そうだね、来週は西方も何か読もうよ。なんかおすすめある？そうだな、今日西方が持ってきた本以外全部おすすめかな。え、あれそんなひどいの？うん、面白いよ。西方にはおすすめじゃないけど。どういうこと？だってあんなセリフないってバレちゃうし。え、何？なんでもないよ。え、いや今なんか言ったよね。高木さん